醤油の冷たいの一玉でいいですか。ハグしてくれた。ええですね。こだわり手打ちうどん、やま。こんにちは。行ったことあるんですけど、はい、アジの時に本当にダートみたいな、そうですね、はい、ぐだぐだ道を上がってぐるっと回ったら、あったみたいな感じなところにお店があったと思うんですけど、はい、アジの方ではどれぐらいされてたんですか。アジはもう10年ちょっとですね。はい、もうアジがもう最初。最初です。はい、すいません。はい、はい、どんなのがいいですか。ぬくいに冷たい、生醤油の冷たいやつで、はい、オリーブエッグの温泉卵のトッピングをお願いします。はい、何玉にしましょうか。一玉でお願いします。はい、わかりました。お待ちください。はい、ありがとうございます。生醤油の冷たいの一玉でいいですか。一玉と、はい、オリーブエッグで、あともう二玉です。レモンとすだち期間限定でお選びいただけるんですけど、どちらがよろしいですか。すだちお願いします。すだちで。はい、かしこまりました。ありがとうございます。こちらお醤油かけた、レモンでなくて今すだちなんです。すだち大根おろしのっけて薬味ものっけて、ここ押さえてお醤油かけてください。だし醤油、色の割に味濃いんで、味濃い、味を見ながら。わかりました、はい、どうぞごゆっくりどうぞ。3年ぐらい、長いこと味で10年ぐらいやってきたんですよ。味の山奥で、これ道が、こちらが山さんで提供しているオリジナルのだし醤油です。いしり昆布とか、かつお節、混合節など、
プラス自家製の薄口半生返しというものを使用した生醤油です。ちょっと飲んでみよう。醤油だけ飲む。すっごい飲みやすい。普通の醤油言うたらなんか結構グイッときて結構飲みづらっていうのがあるんですけど、これ単品ですごく飲みやすい。あと出汁から作っているから結構出汁の香りが豊富で風味も豊かな生醤油です。いただきます。よし、わあすごいな、麺がすすりぐいっともう喉に吸い込まれる感じ、めちゃくちゃで美味しい、めちゃくちゃ長い、程よい醤油、いい弾力、ちょっと小麦の香りがスーッとくるのがすっごい素敵。オリーブエッグの卵の深いコクの味が麺とよく絡んで美味しいです。出てきてからやっぱりいりこだし欲しいっていうお客様が多くて、そのリクエストにお応えしていりこだし作ったんですけど、やっぱりもともとの昆布のだしも好きっていう方が多くて、じゃあもう常に両方、はい、日によってあれですね、お客様も週で 2,3 回来られるお客様がまあ今日は昆布の日、今日はいりこの日みたいな感じでだしで味ちょっと変えていただいて、2種類の出汁を楽しんでいる。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。雨上がり2人と寛平さんが一緒にロケ行ってくれたんですけど、はいはい、もうオーラが違いすぎて、寛平さん光り輝いてましたよ。ほんまにすごい。なんじゃこの人みたいな。あの人テレビで見たらね、アホみたいにひーって焼いてるけど、同じようにやってったらもう全然じゃん。オーラが違う。オーラが違う。もう本当に弾き飛ばされる。弾き飛ばされる。いやもう寛平さん、いやいや、なんでよ、オーラでよ、そんなって、触れんの、触れん。好きやったけどね、男気あって、ええやんか、めっちゃ話とか聞いたら涙出てくるような話が多いやんか、まあ、フルちゃんファンやんか、ちょっとあんって言ったら、ハグしてくれた。ええっすね。ええやん、こっちおいで、こっちおいで、言って。